平林初之助ある田んぼう記者の話世の中にはいろいろな職業がある肉をひさぎ低層を売って生活してゆく女があるかと思うとそういう女の上前をはねて暮らしてゆくやつもある泥棒が悪いというなら 泥棒に凶器を売る銃器店や金物屋も悪いことになる金貸しが不得だというなら金貸しから金を借りる者も共犯者のわけだ死刑執行人だって国家の秩序を維持してゆくにはなくてはならぬ職業と言える悪人のために生活するのが悪いなら刑事裁判所の役人は皆道徳上の罪人のわけだし 病人がたくさん出れば家業の繁盛する医者や死人が多いほど収入のある僧侶などは最も恥ずべき職業だという寸法になるだから僕は要するにどんな職業だってみんな社会に必要だからこそ存在するので一概にあれは氷菓子だから代議士になる資格がないのあれは女郎屋の主人だから歯科医議員になっちゃいけないのとは言わない だがそれほど悟りきっている僕でも新聞の探訪記者という職業だけはつくづく嫌になっちまうことがある僕だけは他に取り柄もなしもう36にもなって今更職業外でもあるまいからまあ社で使ってくれている間は観念して働いていくことに決めているがこの職業だけは孫子の代までさせたくないと思っている と言って探訪記者という職業がしょっちゅう面白くないことばかりあるのかというとそうでもない時々胸のスーッとするような痛快なこともないではないだが要するに誰かも言ったように人生には愉快なことと不快なこととを差し引きすると不快なことがずっと多いものだことに探訪記者なんて職業をやっていると 人生の裏面ばかか、りを探し回っていいるせいか世の中には不幸な人間や不快な出来事ばかりしかないような気がするそして隠れている不幸な人間を明るみへ出し人の気のつかない不快な出来事を世の中へ公表して世の中をますます暗黒にますます不上にますます耐え難いものにしているのが。 我々田んぼううだだというような気がするのだしかし今も言ったように僕はこの職業を辞める気は毛頭ない僕が辞めれば他の誰かが後釜に座って僕のやってきたことをやるだけのことで僕が辞職するということはただ僕が路頭に迷うようになるという以外に社会には何の利益にもならぬことを知っているからだ こんな用もない前置きでも言っておかないと気がさして職業上の経験を口にしたり筆にしたりすることができないほど僕はお人よしだというところをせめて買ってもらいたいものだと思う。と言ってこれから話そうと思うのは僕らの経験のうちではごくおとなしい当たり障りのない事件の方でこんな事件は 僕らの手帳にはザラにあるのだがだいぶ古い話だがバツバツ大学直人教授の遠藤博士がもちろんこれは仮名だが大教について新学説を発表して学会の大問題を起こしたことがあるあの当時新聞の社会面にまでデカデカに書き立てられたから専門家でなくてもまだ記憶している人があるかもしれない。 その学説の趣旨というのはこうだ。婦人が妊娠中に精神的にある人をひどく崇拝するとか、その人の思想や特業の看過を受けると、その看過が胎児に影響して生まれた子供はその人に似てくるというのである。しかも、ただ精神的に似てくるというだけではなくて、要望や、 肉体上のの特質までも似てくるというのだだから。と遠藤博士は言っていた妊婦の教育は非常に大切で立派な子供を産もうと思えば妊娠中に自分の崇拝している人物のことを常に念頭に置いてその人を機関として精神収容を怠ってはならない。 従来の遺伝学や有生学はあまり唯物論的で誤っている将来の遺伝学や有生学はこの精神的な学説によって改造されなければならないとしかも博士は転居こそ示さなかったがいろいろ西洋の実例を挙げてこの説を立証しようとしていたものだ無論少し変わった学説が出ると 理屈に会おうが合うまいが分かろうが分かるまいが素ろうとはすぐに感心してしまうものだ気の早い連中は妊娠中のイ君に向かって「お前は俺のようなヤクザな人間のことを考えてちゃいけないよ俺のことなんか考えてると子供も俺のようなろくだらしになるナポレオンか乃木大将のことでも考えているといい」なんて言ったかもしれない また、病心な男は、妊娠中の崔君に向かって、お前、俺のことなんか考えてると、子供が病心になるよ。ひたちやまやタニーのことを、一生懸命に考えていなくちゃいかん。なんて言ったかもしれない。しかし、素人はだますことができても、 専門家はそうやすやすとはだまされない実際妊婦が頭の中である人のことを考えておれば胎児の体質や要望までその人に似てくるなんてことになってくるとこれまでの遺伝学の原理はすっかり覆されることになるそんなべらぼうな話があってたまるかというので若手の医学者連中が躍起になって遠藤博士の説を 完膚なきまでに叩きつけたものだそれだけならいいが博士が引用している西洋の事実は全て虚構の事実だもし何か転居があるなら転居を明らかにしろとまで行きまいたものであったくらいだそうなっては博士も黙っているわけにはいかないので心霊学を研究している何とかいうアメリカの神学博士の著書のうちからすっかりページ数まで示して 堂々と回答したものであるこの回答は素人を感心させるには十分なものでそのために博士の大教信者が全国にできて盛んに博士に激励の手紙を送ってきた中には官僚学伐の横暴なんて記事を掲げて博士を擁護する与太新聞も出てくるという始末だったところが専門家側では博士の暴論を見て あっっけに取られてしまったものだ実験を唯一の生命とする医学の領域へ怪しげな心霊学の学説を引っ張り出してきたんだからあっけに取られるのも無理はないしかも当事者は最高学府のの教授なのだから実際博士が転居として挙げた書物はどこの国にでもある与太学者のイカサマ著述で 到底医学上のののの権威にするる。ようなな価値のないものだったのであるしかし群衆心理というものは妙なもので一度このことが新聞に発表されると博士の信者が無数にできてきた怪しげな宗教が広まるのはいつもこの手なんだが群衆というものは信ずるか信じないかのどちらかで批判するということはないものだ。 や博士は横文字の書物を印象して堂々と反対者に暴露したんだから多くの読者は一も二もなく参ってしまったものだだが博士の説はどうしたって正統派の医学者連と折れ合う気遣いはなかったので博士は間もなく「研究の自由を拘束する学伐への別次」というセンチメンタルな文章を発表し 教授のの職を辞したたであったところが世の中は妙なものでその時博士のうちへは激励の投書が降るように来るに引き換えバツバツ大学へは罵倒脅迫の投書が次々舞い込んできたそうだそれをもっても世論の大勢がその当時どんな風であったかわかるだろう ところがこの話は僕がこれから話そうとする話の単なる前置きに過ぎないのである我々新聞記者にとってはこんなことはただ1回のニュースバリューを持っているだけでもちろん23日もたつとすっかり忘れてしまう必要があるのだ新聞記者にとっては古いことをきれいさっぱり忘れてしまうということが一つの重要な修行なんだから さて、この事件があってから23日たったある日のこと僕は夕刊の締め切りが済んで「大組が出来上がったから社会部長の成田さんこれも仮名、だかと行きつけの喫茶店へコーヒーを飲みに行ったそしてコーヒーを飲みながら全く何の気なしに遠藤博士ともあろう学者があんなでたらめな学説を堂々と発表するのはおかしい。 これは何か事情がありそうだと口を滑らしたもんだすると社会部長は急に熱心になって「そうかもしれんねことによると大学部内に何か圧力があるかもしれんから君一つ調べて徳ダにしたらどうだ?」という話である「徳ダネ」を取るとその内容の価値に応じて 僕の社では5円以上の特別賞与が下りることになっていたので実を言うと浅ましい話だがこの5円の賞与に僕は職種を動かしたというわけなのであるところが大学の方へいろいろ探りを入れてみたがどうもこの方では特段特ダネになりそうなネタは探り出さなかったので僕は 博士の病院の方へ探訪の職種を伸ばしたものであるもともと僕の社ではこの事件では博士の肩を持っていたのだから博士の病院へ出入りするには都合が良かったのだ僕はまず看護婦長に取り入った秘密を嗅ぎ出すには女に限ることは僕たち探訪記者が長い経験によって体得したモットーなのである博士が あまり貧困のかんばしくない人であることはすぐに分かったその点で看護婦仲間では博士の評判は甚ははだしく不良だったことに府長は博士に対してひどい反感を持っていたこのことは博士の秘密を探る上には非常に好都合であったで僕は府長の口から 驚くべき事実を告白させるのにあまり大して骨を折らなくてもよかったというわけだ婦人科の医者には婦人の体操を破るような不らちなやつがあるってことをよく聞きますがそんなことができるもんでしょうかと僕はある日府長に話を持ちかけたもちろんこんな話から何か種を探り出そうと思ったわけではなくただの世間話として尋ねてみたのである そりゃできますとも道府長は意外に乗り気になって話し出したものであるしかも患者の方じゃ大抵の場合それを悟らないでしまうんですからね麻酔剤を使うんですものそれに気がついたところでこういう事件は大抵は泣き寝入りですわ医者というものには妙な役得があるもんですな 僕も婦人科の医者にでもなればよかったなあ。と僕はまるで冗談のように言ったでもうちの病院あたりじゃそんなことはないでしょうけれどこう言って僕は相手の顔を挑発するように上目遣いで見たないもんですかせんだって大変な騒ぎが起こったのよへえどんなことが 僕は職業的興奮を隠して何でもなさそうにこう聞き返した「あんた新聞なんかに書いちゃ嫌よ私の首に関わりますからまさかそんなこと書いたりしやしませんよ書いてよいことと書いてはならんことはちゃんとわきまえていますからね」こう答えながらも僕は心の中ではゾクゾクしていた。 ももう3ヶ月も前のことですけれどね。そのことで先生がひどく弱っていたのを私たち聞いたのよ。と彼女は語り出した私聞いてて歯がゆくて相手の方によっぽど応援してやりたいと思ったわあんまり先生がしらばっくれているんですもの本当にうちの先生くらい池気ずうずうしい人ったらありゃしないわよ 病院のの中じゃももうみんんなな知ってたことなんですものね、あのことはつまりある身分のある人の夫人に先生が手をつけたのよまさかあのおとなしそうな先生がそんなことはないでしょう僕は相手をたきつけるためにわざと相手の話を否定したすると作戦はまんまと図に当たって 彼女は真っ赤になって語り続けたところがあの顔をしていて先生はまるで隙間なんですよ診察室の扉を閉めきって1時間もその奥さんと二人っきりでいたことが何度あるか知れやしないわ診察の時にはいつもついたての外に看護婦をつけておくのがここの決まりなんですけれどねとにかくとうとうその夫人が妊娠して 3ヶ月ばかり前に分娩したのよしかもこの病院でだって人の奥さんが妊娠したのなら先生の子供かどうかわからないでしょうきっと誰かの中傷ですよそんなことを言いふらすのは僕は相変わらず急所急所で相手の話に抗議を差し挟むことを忘れなかったするとその度に府長の話には熱心の度が加わってきたものである 官房記者というのは皆こういうコツを知っていなくちゃならんのだだってそのことについては生きた証人があるのよその子どもが先生とうり二つなんですもの私も初めて見た時にハッとしちゃったわおでこの具合から口の辺りがまるで先生にそっくりなのこの言葉を聞いた時は 僕も別の理由で思わずハッとした夫人がその赤ちゃんの顔を見た時の表情ったらなかったわきっとあの人は初めからそのことをない,ない心配していたんでしょう私が赤ちゃんに産湯を使わせて消毒して病室へ連れて行くと大急ぎでむさぼるように赤ちゃんの顔を眺めていらっしゃったわそして1分間も眺めていらっしゃるうちに 脳貧血を起こしておしまいになったの私たちはみんなその訳を知っていたのでどうなることかとハラハラしてたのよかわいそうでね僕は覚えず府長の話に興奮して繁盛を入れることも忘れてしまっていた先生が赤ちゃんの顔を見た時の表情も忘れられないわ実に困りきったような 何とも言えない表情でしたわ。でも一番たまらなかったのは夫人の旦那様がじっと夫人のベッドと赤ちゃんのベッドとの真ん中に石像か何かのように突っ立って二人の顔を見比べ照らした時の顔ですわ先生も夫人も旦那様も三人とも事の真相をはっきりと即座に知ってしまったのです あれじゃ知らないでいるわけには行きませんものねそれでいて3人とももちろん一言もそのことについては言わないのです男の方はどちらも身分のある方でしょううっかりしたことを口外したら取り返しのつかないことになりますからね府長はちょっと言葉を切ってからまた続けた そのうちに産後の経過もよくて退院の日になって先方の旦那様が奥様を引き取りにいらっしゃいましたその方はその日はなんとなく気難しそうな顔をしていらっしゃいましたが診察室で先生と二人きりの時その話を切り出されたんです「あの子供と家内とはあなたに引き取っていただこうかと思うんですがご承知くださるでしょうな」 あの方はのっけからこう切り出されたもんです私は扉の外で息を殺して聞いていたのですこの西洋カミソリのような鋭い言葉を聞いた時は無関係な私でさえヒヤリとしましたところがどうでしょう先生はちっとも騒がないでまるで相手の言葉の意味がわからないようなふりをしているじゃありませんか 私もうじれったくて腹が立っていきなりドアを開けて中へ入って先生の免費を剥がしてやろうかと思いましたわ先方の旦那様はかわいそうに言葉をふるわして「あの子どもはあなたの子どもだから引き取ってもらいたいのだ今更過ぎたことはとがめんからあなたの行為に対して責任をとってもらいたいのだ」とこうおっしゃるのです。 私立派な態度だと思いましたわすると先生は突然大きな声で笑い出されるんですズーズーシートも鉄面ぴとも私はもうあきれてしまいましたわそしてこう言うんです父親のあなたまでがあのお子さんが僕に似ていることを認められるんですなすてきすてき 僕の進学説はすす。っかり実験的に証明されたわけです僕はね実はこういう研究をしているんですよこう言いながらあの人は書棚から原稿の閉じ込みを取り出してそれを相手に渡しながら続けました妊婦の精神状態が胎児に及ぼす影響っていうのですがねつまりいわゆる胎教ですね 例えば妊婦がある人のことを始終考えているとそれが精神的に胎児に影響して生まれた子供がその人に似てくるんです気質も体質も要望もその他の精神的肉体的の特質が全て似てくるんですこれは従来の遺物的遺伝学説を転覆する学説なんです私は それを今度奥さんについて実験してみたんです奥さんをできるだけ親切に見てあげて私に対する感謝の気持ちを奥さんの頭に強く印象させてその効果を見ようと思ったんです奥さんがもともと感受性の強い方だったものですから実験の結果は性の符号となって現れて お父様のあなたまでがびっくりなさるようなことになったわけです喜んでください赤ちゃんが少しでも私に似ているとすれば私の実験が成功したことになるんですから私は近々にこの学説を学会で発表しようと思ってこのとおり原稿も出来上がっているんです私はもう先生の空とぼけた態度と 悪事ににかけての用意周到さに開いいいたた口が塞がらないくらなくでした自分の不貧困の定裁を作るために最も,もらしい学説をこしらえ上げて学会に発表しようというんですからねそしてそれをこないだ本当に発表してあんな問題を起こしたんですうちわのことを知ってる私にしてみりゃあんな説を真面目になって議論している人たちがおかしくなってきますわ。 僕はここまで聞くともう心の内の職業的興奮を隠すわけにはいかなかったそれで子供はどうなったんですと膝を乗り出して聞き返した結局うまく言い丸められたのかそれとも何とか折り合いがついたのか先方で引き取っていったのよまったくかわいそうですわでもこんなこと 冗談にも人に言ったり新聞に書いたりしちゃいけなくてよ善良ではあるがおしゃべりな不調はしゃべってしまったあとで僕に向かって念号を押した僕は「もちろん誰にも話しはしませんよ」と口では答えたが心の中は素晴らしい特ダネの材料が手に入ったことの喜びでいっぱいだった そもそも田んぼう記者に向かって一旦口外した話を新聞に出してくれるだな,なんて頼むのは飢えた狼に向かって命乞いをするよりももっと無駄なことなのだが素人には悲しいかなそんなことはわからないのだとはいえこれだけではまだすぐに新聞記事にはならない新聞記事にするためには生きた証人が必要である 問題の赤ん坊の写真と犠牲者の告白とこれだけ揃えば20円の特別賞与は受け合いだと僕は考えていろいろ計画を巡らしたものである府長の口から遠藤博士の犠牲になった夫人の住所生命を聞き出すことには大して骨は折れなかった困難なのは その夫人に会ってその夫人に会って直接その口から涙ながらの告白というやつをさせる点だ僕はひそかに一計を案じて翌日社の写真班の記者を一人連れて夫人の玄関の呼び鈴を押した名刺を通ずると案外夫人はすぐ面会するということであった不思議に思う人があるだろうが そこがここがちらのの狙いどころなのだ。心に暗い秘密を持っている人は新聞記者に会うのを恐れるだが恐れながらも自分の秘密がどれほど保たれているかを確かめて安心したいという気持ちがある俗に言う「怖いもの見たさ」というやつだこちらはそこの心理をうまく利用したわけである 僕は姑息な策を用いないで正面から堂々と訪問の用向きを話した。というのはこういう階級の女はいったん話がこじれ出すとてこでも動かぬようになることをよく知っていたからだ。無論用向きといっても本当の用向きではなくて前もってたくらんだ真っ赤な嘘だったのだがそれを堂々と相手に話したというまでだ。 遠藤博士の胎教に関する進学説が、夫人の愛事について実験されて、成功したという話を博士の口から今聞いてきたので、早速その赤ちゃんの写真を撮らせていただきに来たのであると、僕はもっともらしく切り出したのだった。僕はもっともらしく切り出したのだった。夫人はちょっと躊躇していたが、すぐに僕の頼みを聞いて、赤ちゃんを抱いたまま、 自分もカメラの前に座ってくれた社の写真技師はすぐにそれをカメラに収めたそれが済むと僕は少し居住まいを直して夫人に向かったところでと僕は口ごもりながら言った赤ちゃんについてはもう一つの説を聞き込んでいるんですがこれだけ言うと夫人は ナッパのように青くなったつまり赤ちゃんは博士の子供でそれをうまく言い繕うために博士は例の進学説を後から作り上げたんだという説なんですこの説も一つの噂として新聞に出したいのですがご承知くださるでしょうな夫人は僕の態度のあまりの急変にひどく興奮して しばらくは口も聞けなかったそれだけは勘弁してくださいと彼女はややあって細い声で言ったそりゃ困りますね新聞種としてはかえってその方が読者に受けるんですからそれにこの噂は博士が人に言いふらしていたということですから風雪の出所もまるで口頭無形ではないんです 先生が、では先生がそんなことを彼女の表情には紛れもない憤怒の色がみなぎった僕はここぞとたきつけることを忘れなかったそうだということですそして失礼ですが博士は奥様のことを浮気な女だとか博士に首だけ惚れてうるさくてしょうがなかったとか足ざまに言いふらして まるで奥様一人の責任のように言っていたそうです僕は白状するがこんな嘘っぱちを言ってこの女を苦しめねばならぬ自分の職業を恥じたしかし職業に忠実であるためにはそうするよりほかはなかったのであるそして僕の話の効果は素晴らしいものだったみんな私の過ちでした と、とうとう彼女は、僕が待ち儲けていた告白を始めた。でも博士は、憎んでも憎んでも憎み足りない人です。私、すっかり申し上げますから。どうぞ新聞に書くことだけは許してください。夫はすっかり私を信じているんですから、もし新聞などに出されちゃ、私、生きておれなくなるんです。私、 しっかり博士に騙され私の知らない間に博士にそれからというもの博士は私の喉の首へ爪を立てて私を脅迫指導しでした私はどんなことがあってもこれを夫に知らせたくなかったものですから博士から要求を聞かねば公表すると脅されてついその後も 何回か博士の餌食になっていたのでございました。私今でも、私一人ならどんな罰でも受ける覚悟ですけれど、ただ夫の名誉と自尊心等を傷つけたくないばかりに、この生きながらの地獄のような屈辱を忍んでまいりましたのです。そのうちに、私は恐ろしいことに妊娠したのでした。それからというもの、お腹の中の子供が、 もしや、博士の罪の子ではないかと、そればかり思いわずろうて、一日だって心の安らかな日はありませんでした。しかし、いよいよ分べしてみると、子供の顔が博士の顔にそっくりなのです。私は、三熟であの子の顔を見たとき、はっと思った瞬間に、気を失ったのでした。後で考えると、 一層あのまま消え入ってしまえばよかったと思います。とにかくもうこうなった以上は夫に秘密にしておくわけにはいかないものですからその翌日私は博士にお願いして子供だけ引き取っていただいて私は私自身で自決しようと覚悟を決めて博士にそのことを打ち明けたのでございます。すると博士がどう言ったとお思いですか 俺はそんな子供には覚えはない。と、こうなんです。散々私を殴り物にしておいて、用がなくなると今度は何もかも否定してしまって、自分の責任を逃れようとするのです。私はこの言葉を聞いて、もう二の句が告げませんでした。そうなると私の方が強くなります。 ここのことをすっかり夫に告白して夫の裁きを待つより他はないと私は涙も流さずにきっぱり博士に告げたのですすると博士は急に慌ててそんな短気なことをしたって君の不君の名誉は救われるわけではない自分がうまくそこのところは説明するから自分に任しておいてくれというのです私はこの卑怯な博士の言葉に怒りがこみ上げてきて 妻を吐きかけてやりたいくらいでしたがそこが女の弱さです子供がかわいいのです罪の子であればあるほどなおさらかわいいのですそれに今となっても夫の名誉を傷つけない方法があれば私自身はどんな苦痛でも忍ばなければならないと決心したのですそれから博士はどう言い丸めたのかあの大教の進学説で すっかり夫は熱心なクリスチャンで新約の奇跡をそのまま信じているほどの精神主義者なんですからきっとあのもっともらしい精神遺伝説を信じたのでしょうそれとも何もかも知っていながら知らないふりをしているのかもしれませんけれどそういうわけで私は 子供の愛と夫の名誉とのために用もない命を今まで流れているんです。生きているだけで十分罪の報いは受けているんですから。どうぞ。このことは新聞にだけは出さないでください。このことを出したからって、あなたの社の新聞が売れるようになるわけではありません。私はすぐに死なねばなりませんし。 せっかくここまで忍んで隠し合わせてきた秘密が暴かれては、夫の名誉もめちゃめちゃになってしまうのですから、お話はそれっきりです。私は何もかもすっかり申し上げました。あなたも人間ですから、これだけの事情をお話しすれば、これだけの事情をお話しすれば、 面白半分に人間の運命をもてあそぶようなことはなさるまいと信じて申し上げたのですどうぞ新聞にだけは出さないでください僕は実を言うとこの話を聞いているうちに気が変わってしまったなるほど聞いてみれば気の毒な身の上だ 新聞などに出されたら困るだろうと心から同情して涙さえ浮かべたのだったご安心なさい実は奥さんのお話を聞いて新聞種にするつもりだったんですがそんな残酷なことはできないことがよくわかりましたから決して新聞には出しません僕は中心から気の毒になってこう約束して 夫人と別れたのである社へ帰って僕は社会部長に向かってすっかりこのことを話して自分が記者としての責任を果たしたことと人間として一人のかわいそうな女をこの上残酷に苦しめることはできないから新聞には出さぬ約束をしてきたということとをつけたした部長はもちろん非常に満足して 大声で笑いながら言ったものである「暖房記者には君同情という言葉は禁物なんだよ」「いやありがとう明日の夕刊は1万増刷しても大丈夫だ」「無論この記事は翌日の新聞に出たのである」「この事件で一番皮肉なのは」 僕がその翌日20円の特別賞与をうやうやしく社長から編集局長の手を通して渡されたことである無論その時は僕はもう両親の呵責も何も感じはしなかった繰り返して言うが新聞記者にとって物を忘れるということが重要なメリットなんだから 次々に起こる事件を次々に忘れていくことによって精神を鍛えていかなくちゃああいう仕事はできないからねだがそれだけで終わったのならこの事件もただの喜劇として済んだのだがまだこの事件の最も悲劇的な部分が後に残っていたのだそれは僕にこの話をしてくれた2人の女のうちで1人は その新聞記事の出た翌日突然病院を解雇されたことだ無論僕にいろいろなことをしゃべったのが原因であるそれから今一人はああさすがにこれを筆にするのは今でも手が震える僕の書いた記事がもとでその翌日の夕刊に 伯夫人の自殺というもう一つの素晴らしいニュース種を都下の新聞に提供したことだご視聴ありがとうございました平林初之助作の他の作品はこのようなものを朗読しておりますどうぞ合わせてご視聴ください